はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。うちの母、中子ばあちゃんがね、夏野菜の種じゃなくて苗をね、知り合いの人に頼んでいて、今日ね、その方が持ってきてくれました。自宅の方へ届けてくれました。で、それが、このカゴの中に入っている野菜がそうです。で、今からね、ちょっと品種を確認しながら出していきたいと思います。で、これが多分ピーマンだと思うんだよね。ホームセンターとかそういうところに出している方なんですが、まだね、ラベルをつける前の状態でね、買ってきたみたいです。はい。はい、まずこれがピーマンですね。はい、これがピーマンです。よいしょ、よいしょ。で、その次がこれな、これキュウリだよね。キュウリ、ラベルも何もついてないんでね、ちょっと分かりにくい。で、これが、かぼちゃですね。かぼちゃ、で、これが何か入ってる。これが鷹の爪。よいしょ。これラベル貼っとかないと分かんなくなっちゃうな。こっちへ出しとくか。一応ね、こういうラベルを買ってきましたんでね、これに書いておきたいと思います。はい、鷹の爪が2本です。鷹の爪1本だ。で、どこにしようかな。で、千両ナス1本。はい、これが千両なナスです。これ2本ですね。よいしょ。あ、ちょっとお尻向けちゃった。千両2号。はい、千両ナスが2本です。よいしょ、よいしょ、なかなか隙間が入んない。よいしょ。はい、ここにトマト入れよう。トマトこれは接ぎ木してないですね。ジコンタイプのやつが2本です。よいしょ。それと、シシトウが3本か。
よいしょ、これがししとうですね。ししとうです。あのね、やっぱりそん時は分かってたつもりでもね、後になってあれってのがあるんだよね。自分で種まいてればね、だいたい分かるんですが、この苗になったやつはね、分かんなくなっちゃうんで、もうこのラベルは必須ですね。よいしょ、ラベル出てこい、よっこいしょ、よいしょと、よいしょ。昔はね、こんなラベル持ってなかったんだもんね、たけし農場が農家やってる頃は。よいしょ、ししとう。ししとうが3本です。よいしょと。で、これが長ナス。長ナスが5本。はい、ということでね、全部で何本なんだ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17本、計17本。これをね、ばあちゃんの畑、自宅のね、庭にあるばあちゃんの畑にこれから植え、ちょっとね、2、3日ここで養生して、それから植え付ける予定になっております。で、たけし農場がね、久しぶりにあのネットキュウリのネット張った、 あそこの畑はね、今一応トマトとキュウリかな、種まいて、育ててます。あと今日ね、これからヘチマの種まきます。あとは嫁がね、なんか種持ってきて、なんか作るらしいんですけど、その辺はちょっと私も把握してないんで、まあそんな感じでね、これから自分の畑は基本種から苗を仕立てると。トマト以外はね、トマトは接ぎ木できないんで、接ぎ木苗買ってきました。それ以外は、まあ一応自分で苗を育てます。で、中子おばあちゃんの方は、今日、苗を買ってね、届きました。これだけ買ってね、1000円しなかったそうです。安いよね。うん。で、母親のその知り合いのね、方が、男性の方なんですけど、まあ親切な方でね、もうここ何年もずっと、そう買ってきて自宅の方へ届けてくれてると。で、たけし農場もね、自分で苗作れないんで、まあその人にお願いしちゃったんだけどね、まあ今年からはね、ずっとうちにいますんで、自分でやるようにしてますということでね、今日母親の分の苗が届きましたという報告です。以上です。